キエフ河川港、フェリーターミナルキエフ河川港は、ウクライナの首都キエフにある、船着き場、ドニエプル川右岸のポジール区にある。キエフの下町と呼ばれる、ポジール区は、かつて交易の中心地であった。ドニエプル川沿岸に点在する他の河川港や国会、地中海沿岸の港と結ばれていた。特に、コンスタンティノープルとは、宗教的なつながりがあり、重要であった。 19世紀、ドニエプル川に蒸気船が登場すると浅瀬に沿って埠頭が作られた。1953年から1961年にかけてフェリーターミナルが建設された。設計は V ゴルカロと V ラードヌイで建物の上部は蒸気船のマストを模した形状をしている。河川港からはドニエプル川の遊覧船も発着しており、ペチェールシク大衆動員などを 河川側から眺めることができる。この遊覧船には定まった時刻表というものはなく、乗客が集まり次第出港するという方式をとっている。そのため、休日など市民で賑わう時期は良いものの、平日など乗客の集まらない日や時期には、遊覧には余計に時間がかかることになる。近隣の交通手段としては、キエフ地下鉄2号線の郵便局広場駅があり、 船着き場の前を走るナベレージュネ街道には、キエフ市電やバスが運行している。キエフ工作鉄道のリバも近い。また、近くには大祖国戦争におけるドニエプル川の戦いの記念碑も建てられている。ありがとうございます。